ンポン。おっと、今日のにわかめ。ピピ、はい、顔戻してください。なんやなんや。先生、今週は顔取れちゃダメ習慣となります。そんな、それでは私はただのゆずきゆかりになってしまう。ああ、今まで何者だったんだよ。顔を伸ばして笑いを取るだけではダメです。さらなる高みを目指すためには勢いではなく、テクニックを磨かなければ。確かにな。顔だけうずきすぎ。だけどもだっけ。下の根も乾かねえ。ちにてめえ。ピピ、なんです、なんです。みんなの前で即興一発ギャグの系。思った以上にメンタルに来そうな罰則来た。おいおい、私を誰かと思ってる。誰だよ。私はボイスロイド界の笑い神と言われた死神。ゆずきゆかりだぞ。ほんと誰だよ。報復セット。ずっと温めてきた鉄板中の鉄板ギャグを披露する時が来たようですね。おいおい、めっちゃハードル上げるやん。行きますよ。おう、なんかすごいな。うおてめえこら、あんだけハードル上げて出てきたのがパクリかつ2000年代初期のネタとはどういうことやボケー。いやでも最近も CM とかで見るし、そういう話をしてんじゃねえ。ほら、ついなちゃんを見てみ。ハードル上げて、あげく出てきたのがゲッツって、あんなこすられまくったネタ見せられてブチギレよ。ウケる。なんかウケたっぽい。よかったよかった。あー納得いかねえ。うん、でも今週はフェイスシュートは禁止ですか。顔飛ばすことをちょっとかっこよく言ってるつもりならやめてくんない。とりあえず顔の増産体制だけでも整えておきましょう。おい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 、そんなんしてたらまたついなちゃんに取り締まられる。お茶目さん、なんかセーフっぽい。